じゃじゃん、前回ね、前回このお猿さんが出たからね、このお猿さん、揺れるお猿さん、釣ってもすぐ崩れるというね、この倒れざま、見てくれ無様な姿だぜ。でもすげえ可愛いかね、こいつの顔、ほらお猿さん、超可愛くないこいつ。ということでね、俺が欲しいのはこのね、虎のだるま落とし、虎のだるま落としが欲しいということで、早速あげようか。一粒 300m、 美味しくて強くなる。おっしゃ頼むぜ。いや今回ね、出る気が、待て、まさか積み木パズルか。なんか積み木パズルと同じ感触がするけど、まあそんなわけないだろう、そんなわけないでしょ、そんなわけないでしょ。頼むぜ。お猿さん、まさかのお猿さん2匹目マジか、お猿さん出たマジでお猿さんか。いやでもいいよ、お猿さん可愛いからね。逆にこれ10体くらいあったらめちゃめちゃ可愛いぜ、きっとお猿さん。よいしょ、あぶね、折れた、あ、ビッタ、あぶね、折れたかと思った。じゃーん、見てくれお猿さん、いいね、2匹お猿さん、お猿さん兄弟、いいね、お猿さん兄弟。ちょっと並べようぜ、お猿さん兄弟。よっ、で、これも組み立てようか。よいしょ、お、こっちきつい。よいしょ、で、お猿さんでしょ。まず、これ新入りね、新入りモンキー、こいつ新入りだな、あ、新入り、新入り大丈夫か。よっしゃ、で、こいつがボス、猿山のボス、猿山のボス。待ってくれ、待ってくれ、ちょっと待って、難しいぞこれ、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、こうやって、なかなかこうバランス難しいよ、バランスが。イエス、で、もう慣れたらこっちもしょ、これ。イエス、俺ら見てくれ、ダブルモンキー、ダブルモンキーズ、いいね、トゥインズ、なかなか可愛いじゃん。そしてこのね、後ろで黒光りを、黒光りに黒く輝いている三照吾さん、いいね、これめちゃめちゃ気に入ってんだよね、これすげえ可愛い。いやでもお猿さんダブリか、いいつかさ、こんなに種類あんのにさ、3回目にして被るっていうこの奇跡すごくね。後半だろ、後半だろ被んのは。まあしょうがねえな。ということで今回もね、前回に引き続きモンキーお猿さん、ということでまた次回にこの虎のだるま落としでお会いしましょう。ということでダブルモンキーバイバイ一匹落ちたけどね、いいね、モンキーズ。